雲の間から太陽が物憂げな表情を覗かせています。フットボールマニアの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。アルビレックス新潟対川崎フロンターレの試合をお送りいたします。解説には新藤克義さんをお迎えしています。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。新藤さん、今日の見どころを一言でお願いします。そうですね、この暑さにどう対応するかが勝負の鍵になると思います。はい、今両チームがピッチに登場しました。半田、最近プレーに粘り強さが出てきました。今試合前の記念撮影が行われています。現在新潟のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして川崎の先発メンバーをご覧ください。新潟のキックオフです。前方へ、両チーム相手の出方を伺っているようです。これはいいパスだ。味方を探す。これは危険なタックル。これはディフェンスを引き締めないと。前方へエメルソン。5分過ぎました。いいですよ。黒崎、秋葉、よく見てます。前にはたいた。10分経過。ん？ファールじゃないのでしょうか。黒崎、おっと、これはファールじゃないんですかね。ファールを取りません。久野、前に送る。エメルソン、倒された。キッカーはセルジオ。15分経過。縦へのパス。ペースを作ります。サハラ、エジミウソン、ポンノ、オニキ。20分経過しました。黒崎、西ヶ谷。自分で行くか。そして伊藤博樹、宇治原。ここからシュート。それてしまった。ゴールを割らせません。ここまでのボール支配率はアルビレックス新潟 48%、 川崎フロンターレ 52%。 フロンターレボール支配率で上回っているものの得点できません。西ヶ谷、前半30分経過。今度いった。若葉と風とに戯れる日光の矢がスタジアムの全てを射抜いています。西ヶ谷、前半35分をすでに過ぎました。エジミウソン、深澤、しばらくは大事な時間です。左からのセンタリング、入れさせません。もらったぞ。これは狙いすぎたかもしれませんね。ゴールを割らせません。さて新藤さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。新潟は守備が非常にタイトですね。なるほど。前半、さあインジュリータイムに入りました。
寺川、自分で行くか、伊藤博樹、ここで笛です。前半終了。ここまでの流れを振り返りましょう。まずはこの画面から。前半26分、シュートは外れましたが、ここまでの流れは素晴らしかったですよ。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。前半42分、これはもったいない。今のシーン別の角度から見てみましょう。ここまでの途中経過をお伝えします。さあ後半戦キックオフです。フロンターレ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。フロンターレ、もう一度流れを引き戻せるのか。サハラ、後半5分経過。エメルソン、神田、深澤、攻撃を組み立て直します。バックパスです。スローインになります。ダナハ、うわ抜かれた。西ヶ谷、セルジオ、井上、秋葉、寺川、落ち着いてパスを回す。力強いドリブル、エメルソン、ジャン、縦に出します。後ろに戻した、一旦下げて、前へ、短くつないで、久野、井上、左へ、さあここで秋葉、いいですよ、豪快なシュート。伊藤博樹、今野、前に出した、寺川、セーフティーに行きました。西ヶ谷、深沢、おっシュート、あー惜しい、ちょっと狙いすぎたか。ドボジンデドボジンデ、引いてばかりいないで、もっとプレスをかけていくべきですね。バックパス、ボールを下げました。ダナハ、新井、さあインジュリータイムです。黒崎、寺川、ここで笛です。両チーム無得点のまま試合終了。川崎フロンターレ無得点、引き分けに終わりました。後半戦を振り返りましょう。まずはこの画面から。後半37分、これはよくしのぎましたね。さあもう一度見てみましょう。それではまず新藤さんに試合について伺いましょう。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしかったですね。そうですね。
どうもありがとうございます。今野、彼の今日の出来はいかがでしたか？はい、今日の彼は切れていましたね。なるほど、そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。